Kesera, sera, naru yoni. ならないもんだな。元気出せ。気晴らしに買い物でも行こう。誰ですか？それが陽子さんとお父さんの初めての出会いでした。今欲しいものあるのか？土鍋。土鍋？お財布にお父さんをソフトバンクカード。いらっしゃいませ。いい店だな。韓流人。それを買うのか？陽子さんの好みはちょっと、いやだいぶ変わってます。3000円になります。カードでお願いします。これ T ポイントが貯まるんですよね。しかも3倍。かわいい。犬好きなんですか？いえ、猫の方が好きです。そうなの？ T ポイント最大3倍、ソフトバンクカード。ありがとうございます。聞き捨てならんぞ。おい、元気出せ。買い物でも行くか。誰ですか？よーい、よっしゃ、スタート。はい、カット。はい、はい。こんばん。よーい、スタート。かわいい。犬好きなんですか？いえ、猫の方が好きです。かわいい。犬好きなんですか？いえ、猫の方が好きです。陽子さんの好みはちょっと、いやだいぶ変わってます。はい、OK です。はい、陽子さんの好みも以上になります。はい、はい、よー。ルイさんのリブ分は全てですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。以前は必ず神に今年成し遂げたいことを3つぐらい書いて入れてたんですよ。面白くなりたいとか。それを一回財布落とした時に中のもん全部抜かれてたんですけど、それだけ残ってて読まれたんかなって思って、恥ずかしくなってやめちゃったんですよね。だから今入ってるものと言えば保険証と美味しいお寿司屋の名刺、あとは何でしょうね、そんなとこですかね。すごく本当は喜怒哀楽が激しいんですけど、全く表情に出ないって。よく写真お仕事で撮ってもらうときにめちゃめちゃ笑顔で撮ってもらってるつもりだったんですけど、カメラマンさんに「窓さん次笑顔で行きましょうか」とか言われることが多々あるんですよね。でそれは自分この仕事するまで自分では気づかなかったんで、これまでの人生僕が笑ってることとか誰も気づかなかったんやろうなとか、怒ってることも誰も気づいてへんかったんやろうなとか、まあ、そう思うと子供の頃に好きな女の子にフランケンというあだ名で呼ばれてた理由とかもまあ分かってくる。まあちょっと暗い話になっちゃいましたけど、そういうとこですかね。今までの自分ができなかったことをやりたいんですよね。そういうことで言うとハロウィンでの仮装とか、まあちょっと誤解されるかもしれないですけど、今までの僕は
割とハロウィンで仮装してる人に対してなんやねんこいつらみたいな感覚があったんですけど、最近はもうそれがすごく何でしょう、一番今やりたいことというか。それどういう心境の変化？何事も楽し、自分から楽しみに行くということですね。今年のハロウィンはキョンシーをやろうかなと思ってます。